で、この押さえる力加減で模様が変化していきます。そこの力加減で表現していくのですが、でこちらも凹凸ある模様なので照明を入れると壁の良さがとっても引き立ちます。2023年上半期の漆喰珪藻土の仕上げ模様人気トップ5をご紹介していきます。第5位、引きずりヘッドカット。こちら引きずりヘッドカットはね、木ごてで横方向に模様を入れてから模様の突起部分を金ごてで少し押さえていって、おとなしめに模様を調整していくという塗り方です。で、この押さえる力加減で模様が変化していきます。そこの力加減で表現していくのですが、表現力としても奥深いです。高級感も出るので人気ですね。特に間接照明を上方向から入れていくという形だと陰影が出ていくので人気の模様になっています。で、この第5位の引きずりヘッドカットなんですが、 DIY でも簡単にできるんですね。で、こちらやり方については説明欄にリンクを載せてますので、そちらを参照してください。ロハスウォール、漆喰珪藻土の専門店ロハスウォールでは DIY 教室でこの塗り方体験できます。興味のある方はこちらにも参加してみてください。第4位、ウェーブ仕上げ。このウェーブ仕上げなんですけど、和室などで人気の仕上げ模様です。このね、凹凸ができるっていうのが特徴なんですが、こちらは櫛ごてを使ってやっておりますが、櫛ごて以外にもハケやほうき、そしてコテを使ってウェーブ模様というのはできます。それぞれ道具によって表現力が変わってきます。壁のイメージによって合わせてみてはいかがでしょうか。ロハスウォールでは国産の自然素材を使った漆喰や珪藻土を作ってます。自然素材の良さが引き立つのもこのウェーブ仕上げですね。第3位、スタッコ仕上げ。スタッコっていうとラテン語でいう漆喰のことですね。で、こちらも凹凸ある模様なので照明を入れると壁の良さがとっても引き立ちます。で、こちらも道具がなくても金ごてだけでできるので人気の模様になってます。ロハソールで作ってる漆喰や珪藻土は接着剤ではなくて海藻のり、天然の海藻から取ったのりを使ってます。この粘り気がねちょうどよくて、このスタッコ模様やりやすくなってます。なので化学接着剤系ではねちょっと粘り気が違うんですよね。ここが自然素材のいいところだと思います。第2位、フラット仕上げ。漆喰といえばねフラット仕上げというイメージがありますが、真っ平らなやつですね。これを DIY でやろうとすると非常に難しいです、正直言って。ですがチャレンジしている方もいらっしゃいます。ロハソールの漆喰でフラットに塗ろうとされる方は柿漆喰がおすすめです。柿漆喰はフラットに塗りやすく作ってます。で、珪藻土でフラットに行こうと思われる方は細かめがおすすめです。粗いタイプだとなかなかフラットにしにくいので細かめの方がやりやすいです。それではいよいよ人気の第1位、模様が目立たない塗りっぱなし仕上げ。こちら塗り方としてはほとんど模様がまあ目立たないという形であり、まあ、ほぼフラットには近いんだけど完全なフラットではないという、光の入り方によっては模様が目立たないという仕上げで、まあ、昨今人気ですね。で、 DIY でも比較的習得しやすい模様になっています。なので総合的にこちら第1位とさせていただきました。で、こちら第1位の模様がね目立たない塗りっぱなし仕上げなんですが、ロハスウォールの運営している DIY 教室で皆さん習得されています。はい、このトップ5をご紹介していったんですけど、初心者の方が初めて塗ろうという場合は第1位の模様が目立たない系の塗りっぱなし仕上げがおすすめです。こちら進捗が早いですし、一番最初に塗るテクニックの基本ですね、基本するだけで塗っていけるので難易度としても使う道具としてもレベルが低めです。逆に第2位のフラット、これは非常に難しいです。まあ、とはいえですね、フラットに仕上げたいという方もいらっしゃると思うので、そういう方は一度 DIY 教室に来て体験してみてください。自分でこうできるできないの判断が分かってくると思います。で、最近ですね、あの5位の引きずりヘッドカット、これがね密かな人気がまたこう盛り返してこの数年ぶりに出てきて
いるので、こちらもですね、漆喰ってフラットなイメージがあるかもしれないですが、この模様もとっても素敵ですので、特に廊下とか玄関とかそういうところで取り入れていただけたらと思います。このようにロハソウルの YouTube チャンネルでは、漆喰や珪藻土について、そして家作りについて情報発信をしております。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、そしてこの動画が参考になったという方は高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。